着プラス2の条件で行われます。それでは第1組出場の選手を申し上げます。第2レーン新町くん岡崎同盛、第3レーン藤くん城南、第4レーン渡辺くん福岡海星、第5レーン古田くん熊本工業、第6レーン福君東洋大牛久、第7レーン荒安くん神戸川崎技術、第8レーン黒川くん日清自治、第9レーン平塚くん石巻公文館、以上8名の出場です。ただいまの主役は井上の渡辺君、4回目白い旗が上がりました。この男子8人祭り決勝国政庁松原君が2回目7メートル21の攻撃、高政君が7メートル26、そして3回目松原君は逆転して7メートル36、その後また高政君が7メートル38で現在トップです。準決勝第1組に先頭荒安君あたりを先頭にしまして、まもなくなんと400メートル57秒の通過です。この後跳躍は日本選手の田島くんです。4でした。電光掲示板、先ほど行われました